ホワイトチョコとイチゴのドライを使った、生チョコをやってみたいと思います。でまず主役のホワイトチョコ、チップ状のものを使います。お菓子ポン、生クリーム、軽い感じのガトーブランを使います。水飴が入ってます。こちらが無塩バターです。常温で柔らかく戻しておいてください。カードルで、で下にベーキングペーパーを引いてくっつかないようにしてください。セロハンでもいいと思います。ではこれに生クリームを入れます。で作業に入る前に、こちらを湯煎にかけて溶かしていきます。煮立たせないように気をつけてください。じゃあチョコが溶ける間こいつをカードルの中にちょっとバラバラしてみましょう。卓上のチョコが随分溶けてきたんで、生クリームに熱を入れます。量が少ないので焦げないように気をつけてください。必ず沸騰させてください。でこうブグブグ泡が立って水飴が完全に溶けきったら、もう止めてしまって構わないです。でこっちのクーベルチュールもあらかた溶けてるんで、あとはこっちの熱で溶かしてしまいます。じゃあこれを注ぎ入れます。よろしいですか。はい、でこの時バターも一緒に入れちゃいます。でホイッパーに変えて、ここでよくひねってください。で閉まってきます。これを乳化って言います。必ず乳化させてください。こんな感じにギュッと閉まってきます。で乳化がもう完了してるん でまとめたところで、これもお好みで ひとまずこれでかき混ぜてみます。もう少し入れてみましょう。でこれをカードルに流していきます。多いかな。上から紙をペッてやればさらにフラットになります。今日はちょっと同じベーキングペーパーつけてフラットな感じにしましょう。ちょっと完成なんで、これで冷やしていきましょう。急ぐ人は冷凍庫で、そうじゃない人は冷蔵庫で、まあ本来だったら一晩ぐらい置くと落ち着いた感じになって切れやすいと思います。固まったようですので、型から外してみましょう。まずパッチのペーパーを拭きます。こんな感じです。
これでじゃあ一回ちょっと冷蔵庫で。仕上げに使う粉糖なんですけど、ちょっと甘いんでコーンスターチを少し混ぜます。ホワイトチョコの生チョコのアレンジメニューでガナッシュをサンドしたものをちょっと作りたいので、まあ宿霊の2番生地、いわゆる抜いた後の端っこを寄せ集めた生地を使ってちょっとしたものをちょっと作ってみようかと思います。であまり練らずに、もうは2-3mm ぐらいかな。で、菊の抜き型で、菊型で。次にじゃあチョコ。で、これで一回冷凍か冷蔵で休ませます。こちらが先ほど蒸して休ませて、シュクレの抜き型になります。でも卵塗っちゃうんで少しボケっとするかもしれないですね。卵を塗っていきます。でこれの割合は卵黄と、ガムシロップを同割りで伸ばしたものです。焼いてもこの顔の筋が出りゃいいけど、どうなんだ。今回は薄いんでちょっと温度控えめに、上火が170で下火が150で、出力が上2で下1、上火で焼くような形で、下火は補助的な感じで設定しております。とりあえずの10分を入れてみます。はい、2分経ちました。あ、いいですね。これでじゃあ出しましょう。早く冷ましたいんで鉄板からも。顔が出る。まあ穴が開くぐらいな感じだったら出るんですけど、こう表面がくぼむ程度だと出ないですね。ドリューしちゃうんで。これ前もって先ほど作ったホワイトチョコの生チョコです。温かいところに置いといて固まらないようにしてあります。これを少量取って、これもあの少量取って、マイヤーズラムです。ジャマイカ産のラムです。それを1本から香り付けで入れます。で、まとまってきたら出来上がりです。で、もう1個の方は先ほどと同じようにフリーズドライのいちごを入れます。
ったら、こちらのラフライスにしたところに、こちらがラムレーズンです。で、さらにこっちが、ね、こちら、こんな感じです。レーズンサンド。ちょっとお酒を入れてつなぎましょう。キリシュです。で、これも内側に。で、これもサンドしていきます。具なしなんで。で、これで完成です。で、冷蔵庫で冷やして、一晩冷やして、出来上がりって感じです。はい、ホワイトチョコって食いすぎると気持ち悪くなるんだけど。あ、そういうコメントしないでください。くっついてる。柔らかいうちに並べたから。甘いですね。甘いっすよ。ホワイトチョコ。ホワイトチョコ甘いっす。柔らかい。だからそこも粉糖やった方がいいのかもしれない。上だけ粉糖しないで。ああ、なるほど。もういいね。要はこういう感じで。はい。これだけ試作で作ったやつで。1日前。1日前以上のやつです。じゃあこれは1日寝かしたやつです。はい、歯応えがあります。こっちの方がすっきりした味わい。あ、そうですね。はい。口の中ですっと溶ける。全然違いますね。はい。これうまいんですよ。硬くて。パンチがある。1日前の方が。顔が描いてないのが昨日作ったやつです。顔が描いてるやつはさっき作ったやつ。やっぱりでも1日経つと、ちょっと違かったりしますけど、さっきの、ラムレーズンホワイトチョコ、うん、サンドクッキーどうだろう。今年じゃねえ、さっきのやつ、うん、こっちの方がいいや。チョコ強いっすね。これ1日前の。はい、1日前の方が一体感がレーズンが馴染んでる。はい、馴染んでる。まさしく馴染んでる。やっぱちょっと1日日が経つと違いますね。はい、寝かした方がいいんですね。これはいちごの、はい、いちごでキリシュが入ってます。少し使う。顔のやつはキリシュで、穴だけのやつは何も入ってないです。先ほどほんのりお酒です。なしです。もうお腹いっぱい。1日前そうですよ。でもやっぱ1日前の方がうまいっすね。ああ、特にそれはそうでしょうね。きっとこう一体感が出て、うん、これの場合はちょっとこうしけっちゃった方が食べやすいかもしれないですね、うん、挟み立てたとこコロコロしちゃって。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。